こんにちは、こんばんは、安村です。今回は伝説の航路回復なしに挑戦したいと思います。覚醒スクンパチでいきたいと思います。それでこれね、サツキ、前回のゴッドベスの前半かな、引いて当たりが全然出なかったんだけど、その後チャレンジモードでね、5個、挑戦します。5個ゲットして魔法石を、それで引いたらサツキ出てくれたので、月読みのねパーティーなんか入れてるんですけど、いきます。天元はね、このパーティーでは初めてなので、まあどんな感じ今なのかなっていう、なんかやばいな、パズルがさっきね、コシマロハイをやってて、緊張感のあるパズルをやってたから、いきなりこうね、安心感のある、いわゆる指がねいっぱいあるパズルだと、ちょっと逆になんか緊張しちゃう。おー、オッケー。だってコシマロハイやってる時はもう黙っちゃうからね、パズルしてる時。よし、火力がやっぱりすごいので、サツキに持ってるプラスを全部じゃないんだけど、結構ね食っちゃった。よし、まあ本当だったら7コンボした方が、まあ一番最大火力は出るんだけど、よし、ちょっとサツキをね54で消した時のサツキの攻撃力を、まあ見てもらいたいかなっていう感じがありますね。こう6コンボ、まあ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 6コンボ、あやばい、ゼローグ使うの忘れてた。よし、ちょっとゼローグ使います。読みの羽衣発動、多分ランキングダンジョンのあれ、ライジングダーク。よし、あ、これイシスでもいけるかも。いきます。ちょっとね、あ、ちょっとやっぱりね、ちょっと許して、ちょっと許してほしい。あ、でも抜けたからいいや。あ、今でも54で消せるよ。こう、よし、3、4、5、6、7コンボ。これちょっと見よ、サツキを多分500万ぐらいはいってるんじゃないかな。はい、800万。まあ縦で今4つ消し落ちてきてくれてる。800万、すごい気持ち悪いぐらい強いな。まあさすがね、2ウェイをさ3つかな持ってる。あー、木落ちてなかったけどよかった。3つ持ってる子だから、まあ四つ消しを入れれば、もう火力がね、おおと比べ物にならない、ものにはなっちゃうんだけど、すごいね。4、5、6コンボ、これ4つ、これはおお、ナイス落ち込ん。これも300万ぐらいは出してくれますか。500万、すごいね、やっぱりすごい。でいきます。天界放流前四空かな、多分光月の世界発動、ちょっとスキルオンにした方が良かったかな。よし、5つ消しと4つ消し2つで頑張ります。いきます。どうしよう、こうやってこうで、光がこうあるから、こう、あ、これじゃ繋がっちゃうんだな超ゆっくりパズルだけど、これがこれでも許せる月読みが素晴らしい。これサツキ一体でも倒してるね、多分。これで70万、素晴らしい、すごい、ありがとうございます。覚醒月読みは、まあやっぱりバインドの対策は取れないから、やっぱイシスを入れて、あとはイシスが
ドロップ強化2つ、水ドロップ強化2つ持ってくれてるので、上のね覚醒スキルの2つなんですけど、水ドロップ強化を持ってくれてるので、あの闇が欠損した時に、まあ闇の総火力は落ちちゃうんですけど、闇が足りない時に水5個あって、まあドロップ強化ついてるのは1個はある とは思うので、それで5つ付け地にしたら結構イシスでもダメージを与えられるので、あとはもうもちろんバインド回復要因かな。スキル軍はもう耐性はもうできるので、ゼログも2つ、ゼログで2つで、サツキも1個持ってて、イシスも持ってるので、覚醒つけ込みフレンドも入れて5個と。なので、まあ、イシスがね本当に万能というか、他のパーティーでも、まあ、イシスはやっぱりちょこちょこ入れてきてるので、やっぱイシスはね本当にいいですよね。使い勝手いいし、あとまあキレもあるけどね、キレもあるけど、サツキの火力がちょっとすごかったよね。ちょっとっていうかもう計り知れないぐらいだったけど、600万700万800万ぐらいかな。あれはもうだったら四つ消しの落ち込みがポーンってこう来てくれたからだとは思うんですけど、でもサツキ一人でもうね倒せちゃうっていう感じの火力だったので、もうかなり強いなと。まあでもね、サツキ出てくれたのはすごく嬉しいんですけど、あとはまあイシスもやっぱり水の5つ消し、ドロップ強化持ってるから5つ消しと、あとはまあこのダンジョンでは来ないと思いますけど、あ、来るのかな、来るかな、まあバインド回復もできるし、まあでもね覚醒つき読みでクリアできたので良かったと思います。初めてクリアした時は覚醒エラーかな、うん、まあでもね、いろんなパーティーでもクリアできると思うので、今回は覚醒つき読みで伝説のコロ回復なしクリアしたということでございました。ということで最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは次の動画でお会いしましょう。